はい、大変な野菜です。ちょっと買いすぎたかなって感じなんだけど、紹介する？そう、これエナックオーガニックさんのブズグルのオーガニック野菜で、毎週土曜日の配達だったんだけど、水曜日も配達してくれるようになって、はい、そう、今日はこんなにすごい量なんだけど、まあ、エミちゃんちょっと分けするから、まあこんな感じで、まずこれがパプリカの赤、黄色、緑で、これがレモン、これはブロッコリーで、カリフラワーで、キャベツでしょ、白菜、大根、ほうれん草、ローカルセロリ、赤玉ねぎ、じゃあこれライムみたいなやつ、うん、で玉ねぎ、あ、人参あったね、人参、あ、ここに大量のニンニク、これでね、はちみつニンニクを作ろうと思ってて、ちょっとお目にかかってみた。で、トマト、で、これがケールだよ、ケールっていうので、これはベビールッカ、ベビールッコラ、ベビールッコラ、そうで、じゃがいもです。はい、まあ、こんな感じで今週も野菜料理をたくさん作ります。はい、みゆちゃん野菜大好きだもんね。美味しいね、ここの。カットするのが好き。ここの野菜好き？うん。美味しいよね。うん。ね。じゃあ早速作ります。では最初にキヌアを1カップ、お水で洗ってザルにあげて水気を切ります。でそれをお鍋に入れて大の量のお水、2カップのお水にコンソメを、まあ、大体大さじ2ぐらい、いつも目分量なんで大体なんですけど、まあ、そのぐらい入れます。で別のお鍋でゆで卵を作っておきます。でキヌアは炊けると水分がこうやってなくなるので、蓋をして蒸らしておいてください。でお野菜はお好みの野菜で大丈夫ですけど、今日は、パプリカと、あ、そう、動画に取り忘れたんだけど、玉ねぎもみじん切りにして、まあ粗めのみじん切りにして水にさらしてあります。あとキュウリとチェリートマトと、あとブラックオリーブで、これがちょっと私のパクチーサラダのポイントなんですけど、たくあんを入れます。で、ゆで卵も適当な大きさに切ります。で、こちらがやみつきのね、すっごい美味しいドレッシングなん で、これもちょっといつも目分量なんで大体の量になってますけど、最初に蜂蜜が大さじ2で、これは刻んだガーリックをオリーブオイルにつけてあるやつです。自分で作った、これを作っとくとすごい楽です、料理が。でこれも、オリーブオイル入れて、でこのマスタードがね絶対必要なんです。マスタードを大さじ2ぐらい、辛くなったりしないんで大丈夫です、子供も食べれます。でバルサミコ酢をオイルの半分ぐらい入れます。でこれは
マヨネーズ大さじ2ぐらいかな。でこれを混ぜる前に塩コショウをしてますね。塩コショウをして味を整えます。でよくかき混ぜて、で味見して、まあちょっと足んないなって思うものを足したりしてみてください。で仕上げにレモン汁で味を整えます。まあ、私は酸っぱめが好きなので、ちょっと酸っぱい感じに仕上げてます。もう一回レモン汁足しました。はい、そんな感じでドレッシングができたら、タイダキヌアは冷蔵庫で冷やしておきます。で冷えたキヌアに切った野菜を全部入れて、すっごい野菜の量なんだけど、私は野菜多めで作るのが好きです。これをざっくりと混ぜて、でドレッシングであえていくんだけど、全部入れないで、最初から半分ぐらい入れて混ぜて、で味を見ながらドレッシングを足していってください。でなんか味が薄かったらドレッシングをまた足します。で結局この量だとさっき作ったドレッシングの材料全部で味がちょうど良かったです。でそこに大好きなパクチーをたっぷり入れます。でパクチーが苦手な人はここでルッコラを入れてもすっごく美味しいので、あ、ちょっとみゆちゃんの手が映り込んでたんですけど、よく邪魔しに来ます。で結局ね、パクチーも 200g ぐらい入れましたね。全部入れました。すごくデトックスの作用がある野菜なので、パクチーは本当よく食べます。はい、こんな感じでパクチーサラダもやみつきで止まらなくなります。すっごく美味しいので、ぜひ試してみてください。よろしくね。